手つけらんねえな、これ。おはようございます。令和4年4月10日5時37分を回ったところでございます。今日はね、6時から今からね、いろいろボクシングを教わりに行きます。ライブ配信すると思います。後からね、自分も見直して勉強するためにもライブ配信すると思うんで、はい、フォームとかいろいろ見てもらって、これから頑張ろうと思います。のぐっちゃんです。先生はのぐっちゃんです。のぐっちゃんコーチ。私をね、ずっと応援してくれてる方です。なかなかね、やってくれって二つ返事ではやってくれないですよね。本当にありがたいお話なんですよ。これからね、のぐっちゃんと毎朝行っちゃおうかなと思ってんですよね。朝5時半ぐらいにマンションに来いって言われてるんで、多分ね、5時半に行けば、朝仕事行く前に見てもらえるのかな。で、その後、駅の挨拶できると思うんで、はい。そういう流れになってくるのかな、これが、1ヶ月間は。ちょっとわかんないですけども、なんかマンションのとこでやれる広いところがあるらしくて、で、今日はでも公園に来いっていうことなんで、今から、公園に行きます。芝生の公園のところで、今からやります。いやあ。ゆうべ誰だろう、夜中電話くれたの、俺。ピースちゃんかな。いやー、最近高木さん来ないけど、なんかあったんですかね。恐れず、恐れず、怒らず、悲しまずですね。私の場合は。もう常に、ハッピー、ウィミーン、楽しいことしか考えないんで、はい。でも、ここのとこ本当に疲れました。ケン社長ありがとうございました。いろいろ本当に大変でした。ご苦労様でした。そして、これからね、しっかり、新年さん、ケン社長、桜咲さん、力を合わせて、一緒にやっていきましょう。明るい未来しか見えてません、私には。それで、広塚さん、出たらめ言わないでください。待っててくださいね、司法。アディオス、アミーゴ。